えー、40代会社員です。脱サラしてたこ焼き屋の開業を考えています。飲食未経験なので半年1年経験を積んでから夫婦2人に十0年以上続けられるお店にしたいです。何かアドバイスをいただけたらと思います。えっと、立地が全てです。あの、大阪城の土地の中でたこ焼きをやってたおばちゃんがいて、年間に6億円ぐらい売り上げたんですよね。で 要はその外国人とかが大阪城に行って、で、あの、たこ焼きってあの、なんか、名前は聞いたことあるけど、食ったことがないやつを売ってるから買ってみようっていうので、なんか結構高いらしいんですよ。なんか、一泊600円とか。で、なんで6億円も売り上げてるか、バレたかっていうと、めっちゃ脱税してたんですよ。年間3億円くらい脱税してたのがバレて、捕まって、で、その脱税しすぎだろうっていうのと、売り上げ高すぎだろうっていうので、みんなびっくりした。 っていうまあ美味しいかどうかあんま関係ないんですよね。大阪城の横のたこ焼き屋は日本人はほぼ買ってなかったんですよ。別に美味しいわけじゃないから。でもじゃあ心斎橋のそのたこ焼き屋がその,その3億円も脱税できるぐらい儲かるかっていうとそんな儲かんないじゃないですか。なので実は立地が全てなんじゃないかなと、うん、こ,のこういうねそのす四国ビジネスで当たり前の話なんですけど。 あの僕の知り合いの金塊強盗の方の実家が実家にたこ焼き屋を作ったりするんですよね人通りがあるところにたこ焼きを作ればお店にお客さんが来るようにねっていう話なのにそ普通の住宅街の実家にたこ焼き屋を作って「ずっと赤字屋ねん」とか言ってるんですよ。それ当たり前だろって話なんですけどまあ,あのそういう人もいるのであの立地って大事だよねと思いました。はい